はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、大阪は雨です。まあ、昨日も雨だったんですけどね、まあ、4月に入って桜が綺麗に咲いてるんですけどもね、この雨でね、ちょっとね、桜が散っちゃうんでしょうね。まあね、こんな時期なのでね、お花見も行かれへんくてね、結構もう皆さんね、宴会とかできへんからね、言うてわーわー言うてるんですけども、まあ、僕はもともとね、自粛生活を行ってますんで、もともと外には出れないんですけども、まあまあそんな今日はなんですけどもね、今日は造血幹細胞移植について、その僕の経験を交えながらね、ちょっと簡単にお話しします。造血幹細胞移植というのはですね、その名の通りなんですけども、造血幹細胞を移植することです。まあ、そのままやんけってなったんでしょうけども、ほんまにそうなんですよ。ほんまにそうなんです。そのままのことなんですよ。その造血幹細胞の形の同じ人から移植してもらうから、造血幹細胞移植と言います。まあ、そんなね、造血幹細胞移植にはね、3種類あります。骨髄移植、まあ、小血管細胞移植、再帯血移植のこの3つです。まず骨髄移植はですね、骨髄を移植してもらいます。で次に、末梢血管細胞移植は、末梢血管細胞を移植してもらいます。でそして最後の再帯血移植っていうのは、再帯の血液を移植してもらいます。いや、でも簡単に言うとね、ほんまにそのままなんです。でもまあ、その3つに共通して言えるのがですね、それぞれの中に造血幹細胞というものがあるということです。でそしてそんな造血幹細胞と造血幹細胞移植について、もうちょっとだけね、お話ししますね。まずは造血幹細胞からお話しします。造血幹細胞とはですね、骨髄の中で白血球、赤血球、血小板といった血液細胞を作っている、まあ、血液のね、種のようなね、ものなんです。まあ、このね、造血幹細胞っていうのはですね、通常骨髄の中にしかないため、この前も言いましたけど、骨ね、骨の中にしか、中の空洞になって、空洞じゃないんですけど、実際は中にしかないために、この細胞をね、移植するのはね、骨髄採取を行う必要があります。骨髄採取はドナーさんに全身麻酔を行いながら、両側のね、腸骨、骨盤の骨なんですけどもね、この前も言いましたけどね、そこにね、100回以上もですね、特殊な針を刺して行います。でその他にですね、特殊な薬をね、ドナーさんにね、飲んでもらうことによってね、末梢血っていうね、この心臓から一番この端っこととか、いうふうに流れてるこの血管ってあるじゃないですか。まあ、骨髄から、まあ、骨からね、血管って出てるんですけど、その血管から中のありとあらゆる血管のことを末梢血ってね、呼ぶらしいんですけども、その血管に流出した造血幹細胞移植を使う末梢血幹細胞移植というのがあります。もう一回言いますね。ドナーさんにね、特殊なお薬飲んでもらうんですよ。そうしたら、その骨髄というのがですね、本来ならば骨の中にある分なんですけども、それがその特殊な薬飲むことによって、末梢血、普通の血管にね、流出してくれるんですよ。それを採取してもらうのが、移植してもらうのが末梢血管細胞移植と言います。でそんな末梢血管細胞移植や、赤ちゃんのへその緒の中の、ね、血液、再帯血っていうのがあるんですけども、それを使う再帯血移植も行われます。で僕はですね、2番目に出てきた末梢血管細胞移植をしてもらいました。そして次は造血管細胞移植です。造血幹細胞移植というのは、患者さんの骨髄を破壊した後に、まあ、僕のようなね、病気になった患者さんの骨髄を破壊した後にですね、その体にですね、造血幹細胞を移植することです。そのままですね、移植することなんですよ。で移植する目的はですね、患者さんの病気を治すことなので、大量の抗がん剤投与や全身放射線照射、まあ、これを、ね、全処置って言うんですけども、それを行って、異常細胞ね、悪い白血病細胞っていうのを破壊しておく必要があります。まあ、その全処置というのは簡単に言うとね、移植前の準備のことです。でこの準備段階がほんまに地獄でした。僕は
まあ、今まで味わったことないようなね苦しみでしたし、もう常に下痢嘔吐は当たり前やったしね、まあ、口の中のただれはね今と比べ物にならんぐらいの過去最高でした。もう水を飲んでも吐くしね、下痢やしね、点滴の匂いで吐くしね、まあ、点滴ってね体に入れてるのにねなぜか匂うんですよ。やばいですよ本当に。まあ、そんな状態やったからね、もちろんその飲まなあかんかった薬もあるんですけども、それもね飲みませんでした。でもね生きるためにはねこの薬飲まななーなんてねこう思ってるんですけども、結局吐くからねほらやっぱりなってなるんですよ。もう壮絶でしたね。まあ、話戻しますね。でほんでその前処置、まあ、準備をする目的としましてはですね、患者さんの体の中の免疫っていうのがあるんですけどもね、その免疫っていうのは他の人の細胞、まあ、ドナーさんからもらう細胞、新しい移植してもらう細胞をこう拒絶する力を持ってますの で, で、まあ、前処置はその、ね、力をね破壊しておいて拒絶を予防する効果があります。で造血幹細胞移植ではねこのようなね強力な治療による副作用、まあ、ドナー細胞のね働きがね始まるまでのね期間のね感染症とかね、ドナー細胞のドナーさんがもらう細胞ね、ドナー細胞の回復後に起こる免疫反応、まあ、移植変態宿主病っていうね、GVHD っていうやつなんかあるんですけども、まあ、それのコントロールといったその多くの問題を克服しなければなりません。そしてこれらのね合併症、まあ、さっきも言ったね移植変態宿主病 GVHD とかっていうやつがね、まあ、分かりやすく言ったら副作用なんですけども、移植の副作用なんですけども、まあ、それというのはですね命に関わる可能性もあります。またねでも移植が成功してもですね各種の合併症、さっきも言ったね副作用みたいなもんがね、まあ、それによってのね体調不良がですね長期にわたって続いたりですね、そのもしかしたら病気が再発する可能性もあるので、その、ね、ほんまに長期間の通院がね必要なんです。で今現在もね僕はね通院中でございます。まあ、といった感じでですね、造血幹細胞移植のお話をね、まあ、僕の経験を交えて簡単にお話しさせていただきました。まあ、経験というかね、体験なんですけどもね、まあ、次回はそのね、前処置のその体験談、今話した体験談をね、ちょっと深掘りしていってお話ししていきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。